旅するおつしんチャンネルへようこそ。このチャンネルでは旅を愛する若者の完全リアルな様子をお届けします。どうぞご覧ください。皆さんこんにちは、おつです。本日なんですけれども、クアラルンプール国際空港に来ております。今現在の時刻はですね、まあ現地時間6時9分、まあ日本時間でいう7時9分なんですけれども、これからバリ島に行くんで、それまでの乗り継ぎ時間がだいたい9時間あるんで、9時間、そうですね、今から一度マレーシアに入国して、市内の方に行くか、空港の中に入っていきたいと思います。じゃあ、はい、はい、というわけで今ターミナル1のサテライトかな、いるんですけど、こんな感じで朝でも免税店開いてたり、結構綺麗ですね。ゴディバうん、はい、でこれから今から行くところは、そうですね、一度トランスファーカウンターに行ってみて、ゲート聞いてもいいし、アライバル行ってもいいのかなっていう感じですね。ちなみにここの中、多分この空港ってなんかジャングルじゃない、なんか自然か何かをすごくモチーフにするらしくて、だからなんかここなんか植物園みたいなところがあるみたいで、そこにも行ってるみたい。一旦さ、ゴールドン、ゴールドン、オッケーらしいです。じゃあ入国します。これは多分無料バスですね。一旦ですね、イミグレーションに行かないといけないというところで、ターミナルをですね、今サテライトからメインの方に今から移動したいというふうに思います。はい、というわけで無事にですね、マレーシア入国することができました。って言ってもですね、次のフライトまでだいたい残り8時間とかなんで、チェックインの時間とかによると、あと5時間か6時間ぐらいしか滞在することはできないんですけど、まあ、シティの方に行ったり、まあ、もしくは空港内をちょっと見て回ったりしようかなっていうふうに思います。いいですね、ゲートも出ることができ、一旦ちょっと外の空気をですね、そうかなというふうに思うんですけど、まだ朝早いということで、外はまだ暗いのかな。暗そう、まだまだ暗いですね。もう今回別にタクシーを予約してるわけでもないのでちょっと外出てきた感じなんですけど、まあ空港の外はこんな感じで結構タクシーが回ってますね。はい、じゃあちょっと上に上がってみようかなっていうふうに思います。はい、結構湿度が高くて、空港内は冷房が効きすぎて少し寒いみたいですね。はい、じゃあ、デパーチャーホール行きますか。一番上かな、行ってきます。そう、さすがマレーシア航空の本拠地、マレーシア国際空港はもうこう堂々とね、こうマレーシアエアラインズって書いて、他社を圧倒する勢いで、はい、カウンターを乗ってますね。でこの奥にはおそらく免税店ですね、デューティーフリーショップがあるわけだが、ソニーですね、ソニーって日本我らがソニーがありますということですね。あとあの辺にちょっとしたリトルマレーシアっていうようなお土産屋さんの奥の方があって、あとは少し飲食店とか、あとは相変わらずの化粧品屋さんがありますね。ところどころに今ちょっと見える範囲ではないんだけど、日本語が書かれてたりするんですよね。特にエスカレーターとかのところでは入れませんとかって日本語で書いてて出てきたり、ライバル、インターナショナルライバル、国際線到着とか国内線到着とかも
日本語で書かれてたりするので、結構日本人にとってはありがたいのかなっていう感じです。はい、ちょっと今マレーシアのねお土産を見てるんですけど、いや買うつもりはないんですけど、こういわゆる赤道直下というか、こういった熱帯の地域ではハワイもそうだしグアムもそうだし、どこも同じようなお土産があるなっていう感じですね。だいたいどこに行ってもこのマカダミア系のですねアーモンドとかマカダミアナッツっていうのが売られてて何が違うんだろうって、まあ正直いつも思いながらですね、まあ買ってるんですけど、今回はちょっとまだ行きなんで、これ21なんでだいたい30倍の600円ぐらいですね。はい、というわけでですね、今空港出てきたんですけど、一瞬ね市内の方向いて出ようと思ったんですけど、これ見てください、ご覧の通りですね、もう天気が雨ですね、クアラルンプール。はい、こちらも雨です、雨です。一旦ターミナルに戻ろうと思います。はい、大体こんな感じですね、タクシー乗り場も綺麗です。はい、はい、というわけでこのねフリーシャトルバス2三井アウトレットパークを利用して、はい、アウトレットパークに今からはちょっと行って、ちょっとお店の様子とかを見てみたいなっていうふうに思います。ほんじゃ、はい、というわけでこちらフリーシャトルバスの看板があったので、今ターミナルがね1か2か分かんないんですけど、とりあえず待ってみて、バスが来たら行こうと思います。ちゃんと優しいことにこんなところにベンチまで用意していただいて、でこのねベンチもちゃんとこんな感じで、はい、フリーショットルーバーサービス、はい、ありがたいですね、こういうのがあると。はい、今フリーシャトルバスに乗りました。ちょっとバスの中がですねすごく賑やかです。はい、外はバス自体はおそらくね10分とかそんぐらいで着くとは思うんですけど、まあ、予定通りにはいかないっていう、まあ、これはこれで楽しいんで、後の予定がしっかりうまくいくように、あとはね飛行機の時間もこの後あるんで、ちゃんと戻ってこれるような感じで行きたいなっていうふうに思います。今三井アウトレットパークに来ておりまして、ここ、190店舗ぐらいお店が入っているそうですね。なんですけど今オープンと同時なんで全然人がまだねいない、そんな状況となっております。はい、でちょっと今はね時間がまあ30分ぐらいしかないんで、ちょっとお店ぐるーって巡って、なんか面白そうなものがあったら見ようかなっていう感じですね。でバスがね全然来なかったんですけど、さっきバスのうんちゃんとちょっと話したら10時から9時まではね1本か2本だけだったんですけど、それからはちゃんと時間通りにね毎エブリ20ミニッツぐらい20分ごとに来るらしいんで、そこは期待したいですね。無事にチェックインして次の目的地行けるかどうかが僕はとても心配ですけど、まあ一人旅じゃないんでね最悪なんとかなるかなと思ってるんですけど。はい、というわけでアウトレットモールからね出てきました。でこれからシャトルバスに乗ってまた空港に戻っていくんですけども、今回なんとですねこの優しいバスのうんちゃんがですね3回目の出会いということで非常に運命を感じておりますけれども、最初はねちょっとお互い英語ができないからちょっと通じなかったんですけど、なんとか意気投合しまして、もう
顔見知りの中になりました外もね、最初雨降ってたんですよ。さっき多分朝言ったんですけど、でも雨が上がってくれてね、だいぶ過ごしやすくなりましたね。ただやっぱ東南アジアさすがです。もう湿度がね本当にすごくて、ただ、まあ、その分なんで気温は低いんで、まあ過ごしやすい、まあ湿度はある分あれですけど、まあ過ごしやすいかなという感じで、あとはねショッピングモールとにかく寒いですね空港もなんですけども、はい、そんな感じで今から空港に戻りたいと思います。はい、今からですねチェックインだけなのか、まあ、保安検査だけなのかわかんないんですけど、ちょっと手続きしようと思います。はい、というわけで出発ロビーまで、はい、帰ってきました。まあ、本日の動画なんですけど、まあ、クアラルンプール今回乗り継ぎトランジットが、まあ、大体8時間から9時間あったんで、まあ、もうちょっと長かったらシティ市内中心の方までですね、まあ、行って、まあ、観光でもできるかなと思ったんですけど、今回ちょっとそこまでの時間もなくですね、雨も降ってたんで近くのアウトレット行ってきましたけど、まあ、皆さんもぜひですね、時間があった時にはですね、市内の方にも行ってほしいですし、マレーシア航空いいと思うんで、一度ですね、まあ、マレーシア経由してどっか行くっていうのを、はい、楽しんでもらえたらと思います。ということで本日の動画は以上です。さあ